い、こんにちは、レトスの小野です。9月19日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。今何を使って勉強していますか？過去問をやってませんか？何度か過去問を勉強したのであれば、予想模試は絶対行ってください。予想模試は過去問の類題が非常に多いです。つまり過去問のポイントがしっかり頭に入っているかどうかを確認するために使えます。過去問を何度か勉強すると答えを覚えてしまって、きちんと頭に入っているかどうか確認するのが難しくなります。だから予想模試をお勧めしています。もちろん市販の予想模試でも構いません。ただ市販の模試っていうのは解説が薄いので、実力を確認するだけしかできないんですね。やるからには実力も一緒に上げたいですよね。そんなご要望があったので、弊社は実力を上げること、これを目的とした模試を作りました。残り1ヶ月ですけれども、まだ実力を上げる時間はあります。ぜひ使ってみてください。そして弊社の予想模試、今の価格、割引価格は明日までとなっております。明後日になると値上げとなりますので、お早めにお申し込みください。予想模試についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みください。それでは本日の3問に入っていきます。それでは問1に入ります。袋樹の所有者は異名地の所有者に代償を支払えば、事故の意思のみによって通行の場所及び方法を定め、異名地に通路を開設することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれは×ですね。本日の問題は復習です。まず異名地っていうのは袋地を囲んでいる土地、つまり袋地の周りの土地ってことですね。そして袋地の所有者の通行方法は、異名地に最も損害が少ない方法でなければなりません。つまり袋地の所有者の意思で通行場所とか方法を決めることはできません。よって誤りだということですね。またお金を支払えばいいというルールはありません。これは昨日の動画の原則に当たります。では例外はどうでしょう。すっと出てこない方はまだまだ理解学習不足です。こういった場合はこういったルールというのが具体例として頭に入れておかないと、本試験では頭が真っ白になってしまいます。理解学習をしてやっと真の実力がつきます。上辺だけの学習では本試験では太刀打ちできません。なのでしっかり理解をしておきましょう。そして昨日の動画はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、問2ですね。高県知事免許の宅建業者 A が高県知事から宅地建物取引証の交付を受けている C を専任の取引士とした場合、 C は同知事にその書き換え交付の申請をしなければならない、丸か×かという問題ですね。で、答えはこれ×ですね。そもそもこれ書き換え交付申請っていうのは住所や氏名が変更になった場合なんですよ。で、今回住所や氏名って変更してないんですよね。まあ、従って書き換え交付申請をする必要はありません。住所や氏名を変更した場合っていうのは、変更の登録申請をすると同時に宅建支所、取引支所の書き換え交付申請もしなければなりません。まあ、このあたりですね、まあ、混乱しやすい部分なので合否の分かれ目になってきます。分からなかった方は重要ポイントを覚えられていない証拠なので、しっかり押さえておきましょう。またですね、ボンミス、これすごく注意していただきたいんですよね。これボンミスをするってことは、これ理解できていない証拠なんですよ。で、何が理解できてないかというと、問題文を理解できてないんですよね。で、問題文の理解って実は宅建に合格する上で一番重要なことなんですよ。解説を理解するよりも問題文を理解するっていう方が重要なんですね。なので、まあ、個別指導では一番最初に問題文をどうやって理解するのか、ここをお伝えします。これはですね、予備校とかでもあまり教えていない内容なんですよね。なので自分自身で研究しながら、そこは理解を深めていくっていう形になると思います。で、今販売している予想模試の解説には、問題文理解しなければいけない内容については問題文の理解まで解説しておりますので、もし問題文の理解できていない、そう感じているのであれば、ぜひ弊社の予想模試ご活用ください。で、問3です。都道府県知事は造成宅地防災区域について、擁壁等の設置または改造、その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、当該区域の指定の自由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。造成宅地防災区域について、
擁壁などの設置、改造など災害防止のため必要な措置を講ずることにより、指定の自由がなくなったら、まあ、つまり、まあ、指定する意味がなくなったってことですね。安全だと判断したのならば、知事は造成宅地防災区域の指定を解除します。これは造成宅地防災区域に指定しておく意味がないからです。まあ、少し考えたら当然の話ですね。そして初めにもお伝えをした通り、模試の値上げまであと1日となりました。残り1ヶ月弱で実力を上げましょう。模試は速達でお送りしますので、すぐに模試を行えます。年に一度の宅建試験、悔いのないようにできる限りのことを行っていきましょう。そして今年合格して一緒に喜びましょう。予想模試はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからぜひお申し込みください。あなたの合格を願っております。レトスの小野でした。